お名前は？増田智明です。住所は？鳥取県。職業は？会社員。あなたね、なんでこんなもの盗んだの？すいません。万引きはね、立派な犯罪なんですよ。その年だったらわかるでしょう。すいません。ご自宅の電話番号を聞いていいですか？いや、家に電話するのはちょっと。じゃあこの商品の代金払っていただけるんですか？いや、今ちょうどお金足りなくて。ですよね。てか持ってないんでしょ？はい。電話番号、それか家族の方に来ていただかないとあなた帰れませんよ。それか最悪。バイト君、警察連絡してくれる？そうですね。いや、それはちょっと。まずい、このままじゃやられる。スタンディングバイコンプリート。死んじゃねえよ。なんで変身したんだそれ。てか変身したのかそれ。ほら店長も引いてるじゃん。あんたもなんか言ったらどうなんだ。申し訳ございませんでした。まだまだ図が高えんだよ。そんなんで帰らせてもらえると思うなよね。店長、店長が黙ってるってことはまだ図が高えってことだよな。返信したってうちの店長には通用しないんだから。さあ警察に連絡させてもらいますね。ピンチ。このままでは仕方ない。あれを使うしかない。申し訳ございませんでした。なんて店長、なんて見事な土下座なんだ。ただの土下座です、店長。バイト君、君も見ていたはずだ、彼の華麗なる土下座を。大丈夫ですか店長？彼はさっきまで反省の色すら見えてなかった。土下座するのは当たり前でしょ。バイト君、君は土下座の作法を知っているか？作法？説明しよう。正しい土下座の作法とは、まず3歩下がり3歩目で膝をつく。次にもう一方の膝をつき両手を床につける。この時両手は肩幅に開くとよい。そして申し訳ない気持ちを込めて深々と頭を下げる。この時床と頭の高さは3センチが好ましい。ウッディ、これでいいのか？万が一頭を上げてと言われても一度目は断ろう。もう一度頭を上げてと言われてから頭を上げよう。私の名はバズ・ライトイヤー。これで君は宇宙一の土下座マスターだ。ウッディ、本当にこれでいいのか？さて、彼はこの作法を全てマスターしている。彼の土下座は脅威だ。彼の土下座なら世界を平和にすることもできるだろう。店長、騙されてはダメです。店長起きて。店長返せ。黙れ未熟者めが。見てほれ、俺が騙されているというのであればその者、表を上げい。表を上げんか。どうだ見たかクソバイト。意味が分かりません。貴様本当に日本人か。貴様の方が礼儀がなっとらんわ。出直せ。出直すかバカ店長が。帰ってよし。はい。その代わり二度とするな。はい、ありがとうございます。よし、見事に解決したな。何食ってんだよ。